作戦通り、哨戒飛行中の敵機に遭遇したらスクランブラーを使用するわ。うまくいけば、作戦中は敵の通信をすべて妨害できるわ。だけど、負担が大きいからそんなに長く持たないわ。哨戒飛行中の敵機を確認。スクランブラーを発動。付近の敵を一掃。スクランブラー解除。いい具合よ。その調子で次も頼むわ。出番よ。敵を叩き落として。これで立派なフロイラインに。敵機の撃破を確認。残存ターゲットなし。でもまだ終わりじゃないわ。まだいるようね。お願いできる。来た。前後で挟んできてる。攻撃対象に撃墜を確認。攻撃対象に撃墜を確認。順調ね。何か起こした方がいいかしら。冗談でも勘弁してよね。来た。数が多いよ。気をつけて。さすがスラーレ。やったわ。敵の無効化を確認。攻撃対象の撃墜を確認。ちょっと危なかった。目標はこの先だったよね。そのはず。遊覧飛行も申し終わりね。本番よ。ターゲットの周りを飛行してハックを開始するわ。その間、迎撃機の対応をお願い。申し訳ないけど、私は何もできないわ。頼らせてもらうわよ。これでも食らいなさい。敵フロイラインの撃墜を確認。これで立派なフロイラインに。敵の反省を確認できず、撃墜を。敵への消滅を確認したわ。どう？聞いたでしょ？敵フロイラインの破壊を確認したわ。
向こうと進む。効果を確認したわ。思い出したくなかったわ。全部いい感じ。任務は無事完了したが、私たちには次の任務が待っていた。疲労した体を引きずって歓迎会の準備を再開し、全てが終わる頃にはすでに日付が変わっていた。準備が終わってから私は彼女と話をした。考えてみると、この任務を与えられてから私は彼女と話す回数が格段に増えた。私にとって上下の立場ではなく、同じ立場で会話をすること自体がほとんど初めての経験だった。最初はこんなこと私だけでできると思っていた。しかしそれは大きな間違いだった。私の能力ではここまで準備はできなかったと思う。この任務を通じて私は彼女から少し影響を受けたような気がする。彼女は私とは違う視点で物事を考えていて、想定外の事態に対して柔軟な対応をすることができる。さらに人と話をして交流を持ち、いろいろなことを円滑に進めることもできる。私が最初に彼女に抱いていた気持ちは間違ったものであったのかもしれない。彼女は彼女なりの考えと決意を持ち、彼女の能力を持って軍人としての使命を果たそうとしているのではないか。そう考えると、彼女は私の足りない部分を補う仲間になりうる存在なのではないかと思えてきた。ついに歓迎会の朝を迎えた。その日
クラーラは少尉に昇進した。これで名実ともに私と肩を並べる存在になった。そして3人の新人がやってきた。ルドルフ隊長は彼女たちに普段から言っている家族のような部隊という言葉を伝えていた。これで私たちの部隊もだいぶ賑やかになった。私はこの時から家族のような部隊という言葉の意味を理解し始めたのかもしれない。3人の新人がやってきてから2ヶ月が経った。さまざまなことがあった2ヶ月だが、この2ヶ月間で新人教育や部隊での訓練など今まで経験したことのないものを通して一人の人間として成長ができたと感じていた。クラーラとはあの歓迎会からさらにいろいろなことを話し、彼女のことをかなり知ることができた。任務も訓練も順調に進んでいて、少し怖いように感じていたある日、私たちアーベント・フリューゲルのメンバーがルドルフ中佐の執務室に呼ばれた。話の内容は2ヶ月前の作戦で明らかになった敵爆撃機編隊への迎撃任務についてだった。私は隊長の言葉を聞いてから妙に不安になっていた。この任務自体はそれほど難易度の高いものではない。すでに敵の編成や進路も把握しているにもかかわらず、私はひどく不安を覚えた。何かことがうまく進みすぎている気がしたのだ。どこか敵を侮っているのではないか。私は出撃前にクラーラにこの気持ちを伝えた。彼女の返事は随分と楽観的なものだった。私は自信を持つことと慢心は違うと主張した。それに対して彼女は珍しく不快感をあらわにした。私は言葉を誤ったと思いすぐに謝罪した。以前ならそんなことは思わなかったはずなのに、私は彼女を不快な気持ちにさせることが嫌だった。彼女はすぐに気持ちを入れ替えて、不安になるな、普段の私たちなら問題ないと言った。しかしこの何とも言えない不安が私から消えることはなかった。